早稲田の子が入ってくると早稲田大学練習してないから練習で潰れるから無理させられないっていうのがあってやっぱ練習あんまりしないっていう。大学はねちょっと分かんないんだけど創実はそうだったね。だからね、俺もプロに入った時に最初当時ってさアップの時間って長かったでしょ。長かったですね。長かったでしょプロね。これあれが終わるともう一日終わりみたいな。だそれぐらいこう何体力がなかったというか、はあ、ピッチャーなのに やったことがなかった。だから確かに、ね、こんなになんで走るのか意味分かんなかったね。そのアップで1時間ぐらいやったっすもんね。平気でやったでしょ1時間とか。だから周りの選手に言わせると楽だっていうの。あプロのアップはだからすごい楽だんだけど、あ他の高校とか大学すごいやってるから俺には意味が分かんなかった。その楽っていうのがそうなんですね。プロ入ってもあんだけ追っかけ回されたわけじゃないですか。うん、まあ、まあプロ入ったらでもねある程度こう規制もあるし来てくれるから、うん、あのトンネル荒木さんあれもあるんですか未だに。今もあるけどまあまあ面倒くさい話になるんだけど別に俺が入るから作ったわけじゃないからさ。あそうなんですね。その時にこうちょうどできたの。あだからまあもう面倒だから説明するのも面倒じゃない。確かにね、うん、もうだからそうだよいいんだけど荒木さん、まあ、ちょっと全然話が飛んじゃうんですけど荒木さんがずっとヤクルトでユニフォームを着る人だっていうふうにもちろん思ってたんですよ、うん、なんで着なかったんですかそのコーチとかも。コーチは着てる。いやいやその最初セーブですよね。あ最初ね。そう最初セーブでも最初は別に何なんだろうね。やめたのはでも最後はでも俺は選手の時はあのスワローズで13年、はい、でベイスターズで最後1年行ったね。それは僕は記憶ない。いやそうですか最後の1年あのそれ何ですか。俺らの現役の最後の方ってだからデーブも経験してるんですけど、はい、あの42枠ってあったでしょ。1軍の1軍42枠って覚えてない。あんま覚えてないです。1軍は40人こう決めて、はい、この中の入れ替えができる。あじゃあアメリカみたいになったんですね。そうそれである時期がある半分なのかななんか分かんないけどそこになるとこう解除になるかなんかだったそういうところだったんだけどそこに入れなかったの。あその最後の年が最後の、辞める前かなかなんかの時に、はい、そしたらなんか若いやつのファームでも投げてないようなやつがそこに入ってるわけ、はい、意味わかんないこんなの俺らってもうあと何年やれるかわかんないのにそんな入れてくんなかったらいくら頑張ったってこういけないわけだから、はい、一軍には、はい、それで、まあ、球団にお願いしてだからもし、はい、だからそういう扱いであるならもう他行きたいんでもう残り少ないから、はい、行きたいって言ったらちょうどねベイスターズで大谷監督だった。ああ、総実。総実の先輩で大谷監督がやってたんで、まあそこで多分話持ってってくれたんだと思う。ああ。まあそこで最後やらせてもらって。あ、そうでした。そしたら今度肘に水溜まったりさ、あららら。なんかもう無理みたいな。で腰はもう、ま、曲げ伸ばしもいきなり。なるほど。投げること自体が無理になってきちゃったんですね。うん、だからもう無理だねみたいな感じで、それでやめたんだけど。いや。っていうことはちょっと他球団を1年でもかじってるということはヤクルトがどんだけ家族的かって分かんないですけどだいぶ家族じゃないですかヤクルト、まあ、家族的でもある部分もあるんだけどそうじゃない部分も当然あるよ。あ全部がいい面いいとこじゃないから。なるほど、うん、そうなんですね。それはいいねいいとこもあるしちょっとこれはちょっと違うんじゃないのっていうのもあるし、うん、あるのはあるんですね。なるほど。あるけどでも全体的にはそうやってね選手のことすごく考えてくれるの、ね、あるよね。でしかも戸様が戸様の人外から来た人もヤクルトに馴染んであれこいつどっか違うとこいたよなみたいなぐらい馴染める球団じゃないですか、うんあれね、球団っていう選手はそうだね。はあ結構もうウェルカムみたいな感じがすごい仲良しというかライオンズってちょっと鎖国的なるの感じなかったですか。ライオンズはねちょっとあるね。あったでしょ、うん、うちはこういう野球ですみたいな。そうあるしそこも選手とコーチ監督とのなんかあれもあるよね。ありますね。選手がちょっとやっぱりなんかこう我が強いというか。あ強いですね、うん、結構その、まあ、巨人ほどじゃないですけど個人個人で戦いますみたいな。そうそうそう、うん、だからまあそれが強さなんだろうけど強さだったんだろうけどだからそういう部分を持ってたりするのもあるよね、うんまあ、言われりゃ例えば簡単には指示右方向でみんな打とうって言えばやるけど、うん、そこに明確な理由はつけろみたいな。そうそうだからなんでみたいなそういうのはだからすごい説明が必要だったよ、ね、だからそういう意味ではなんだろうピッチングコーチでスタートしたのが西武だったから良かったかもしれないね。ねえ、うん、あの鎖国的なチームで我が強いじゃないですか、うん、その頃誰ですか。オツとか西口とか高橋が投げてる頃ですか。そうそれで まだ松坂がいた。あ大松坂のあいつ何年目だろう。大輔3年目ぐらいかな。あ
うん、それで、まあまだまさか元気でやんちゃしてる頃だから大変だったけど、あいつがもうまあね、髪の毛染めたり練習時間遅れてきたりさ。あ、そうですか、まだ若い頃から。もう俺もまだ40過ぎだからさ。あ、若いし、ね、一番元気だという、はい、もう呼びつけてもうずっと延々話したりとかさしてた時期。でも大輔も、あ、松坂も聞きやすかったでしょうね。あ、お互い同じようなことをこうやってましたから。まあどうだろう、他のコーチよりは話したね、多分一番話したと思うよ。うん、そう、自分の気持ちわかるでしょみたいな。みんなあのなんだ、結構遠慮してた時期だったから。俺は嫌だったから、それが。なるほど、うん、もうそのまま伝えたし。なるほどね、うん、で、そうだから、あとは高志がいたり、はあ、石井高志がいたり、西口もいたでしょ、はあ、それちょうどあのフォア氏が出始めたり、はいはい、ね、あれも変わってますからね、みんな面白いな、でもそのメンバーすごいですよね。三井とかさそう、もう笑えるぐらいのピッチャーよ、みんな。そうですね。で、まだね、豊田が抑えていて、森慎二がいたの。あ、で、慎二の最後の方だったの、はい、ちょっと信じが落ち始めた。監督トンビさんですか、その頃。違う、あの伊藤さん。伊藤さんですか。伊藤さんになるときに、あの要は取材を通して結構話をするようになってたから、あ、やるときに来いみたいな感じで、へ、呼んでもらって。伊藤さんと会う人あんまいないんですよね。なんでかっていうと、伊藤さんはかなり頭のいい人だから、で、口数が少ないから読み取れないんですよ、みんな。ちょっと勘違いされるかもしれない。ね、全然そんなことないんだけど。そうそう、話すとめちゃくちゃ話すし、うん、冗談ももちろんたくさん言うし、うん、冗談しか言わない本当のこと言わないから、大変最初理解するのがどっちなんだろうとか思って、でも話してるとすんごい優しいのね。で、そうなんですよ、ちょっと寂しがり屋なの。だから話をどんどんしてる、はいはい、そうするとすごいよ、やっぱり。僕らあんだけ後輩でずっとやってきて、一番伊藤さん、まあ2軍から上がった時も部屋でいろいろ話はしてくれたんですけど、まあ、でも厳しい、まあ、目もちょっと厳しいじゃないですか、イケメンで、まあ、ぶるったんですけど、そのオールスターの監督を伊藤さんにやってもらったんです。本当は楽天の監督やんなきゃいけないんですけど、代行、うん、の代行が監督やるなんて、もう俺辞めさせてくれてたんです、球団を。もう退団しますって。そしたら伊藤さんやってくれて、田辺と僕がラウンズの監督と楽天の監督の僕が下についたんですけど、面白かったです、伊藤さん。あの人はね、俺はすごいと思うよ。で、やっぱりキャッチャーなんだよね。すごいな、あの頭が。なるほど。全部こう頭に入ってるし、いろんなデータから、そうですね、試合のことも当然そうだけど、作戦的なことも。ピッチャーのこと全部任せてもらったんですか。いや、でもね、折れないときは折れないよ、やっぱり。で、いいですかとかっていうと、そのまま答えてくれるときもあるんだけど、わざと遅らしたりとか。いや、こっちょっと勘弁してよみたいな感じで、準備があるんだけどみたいな。これゲームじゃない、このゲームね、こっちの方のゲームじゃないんだから、言われた時すぐ無理だからねみたいな感じでさ、っていうのも何回かだけど、それはそれで楽しんでるんだ困らせて。そう、まあでもまあ面白いよね。まあ名監督でしたもんね。でもあれだけチーム勝たせればそうですね、うん、すごいと思う。あ、やっぱそれが最初だったんですね。そう、何年やったんですか。4年。長かったっすね。そう、4年から4567通ったんすか、所沢まで。都内からでもね、1時間行きが1時間半ぐらいなんで、ちょっと渋滞入って、はあ、で帰りはね、もう泣いた終わりなんで1時間ぐらいで帰ってくる。ああ、ちょうど12時ぐらい。あのあれですか、所沢から回った方ですか、それとも国立府中から行った方ですか。俺はずっと青梅街道ひたすらそれは違う。だけど、はあ、あのね、俺思ったんだけど、ヤクルトの時もこう、あの通ったけど、ヤクルトはね、近すぎちゃうのよ。あの、いろんなことを整理する間もなく家なの。あ、確かにそれあるな。分かる、あるでしょ、分かるでしょ、コーチやってると。だから西武だと1時間ぐらい絶対かかんない、うん、どんなに急いでも、うん、だったら急ぐも必要がなくなるから、普通のんびり自分のペースで下の道で赤になったら止まってみたいな感じで行くから、その日の反省じゃないけどさ。確かに、そういう選手と話した内容もさ、もう一回ちょっとなんか何話したっけなとか思って。ありますね、それ。また違うこと言っちゃやべえなとか思いながら。確かに、僕はあの天王寺に住んでて、その頃天王寺から1時間5分なんですよ、うん、基本行きも帰りも裏道知ってるんで、うん、あの時間やっぱ大きかったですね、うん、あの2023ってのこう、ジャイアンツあまりにも15ぐらいで12分とかで着くんで、なんか切り替えでしょ。ただいまー、別にさ、家に持って帰りたくないじゃない。そうなんですよね。
家帰ったらもう最後のこう何まとめぐらいの感じぐらいで、いや確かにいいんですよ、ね、いいのあれが絶対いい。だからこれからコーチやる人なんかはやっぱりそこそこの距離に住んだ方がいいと思う。そうでしょうね、うん、でその後どこですか、